さんおはこんばんちは、ゆっくりマリサだぜ。霊夢は、今回はクッパジュニアからと、珍しいな。開幕のメカクッパはもらっていくぜ。ここ処理できるかどうかで大体試合の流れわかるわよね。迷った時のスマッシュグッパ。やったぜ。やっと崖近くで吸い込むのは変わらないと。メカクッパ処理できたしコピーできたしで、もうこれ決まったようなもんなんじゃね。まあ幸先はいいけどね。ここきっちり上強で反撃取るぜ。展開できてないけど、2発目が余計だったわね。とりあえず砲台打っておくか。メカクッパくんがたまらず爆発。まあすぐ次のやつが出てくるんだけどな。はい、投げコンボつつメカクッパを避けていくぜ。あ、ナイス。そのまま掴んできたわね。しかし投げは私たちは間に合わねえな。やった方がいいのかな。おじさんだったらたまに使い始めてるけど。お、それじゃあこっちも砲台使うか。吹きさらしでしかなかったぜ。上から発射してもカーカで懐に潜られるわよねー。よしっか、くらえ。おじい、あのドリルで突っ込んでくるの分かってたのに悲しい。とわあ、プレッシャーになるかと思ったけど普通に突っ込んで引かれたわね。さすがに自らじゃあれ判断つかねえぜ。ナイスドロップキック、くらえ。惜しい、あれがケツハマりの時でも当たりそうだな。ここら辺かな。外れ。これ思ったより伸びるな。挙動もかなり独特だしね。だが独特だからこその壊し性能があるってもんよ。誘拐費用に崖じゃんけんだなこれは。まだダメージにも余裕あるしいい感じよこれ。クッパジュニアの投手バーストは危な。このクラウン降りてからのトンカチと上スマ横スマのフットバシもかなり強かったよな確か。はい、ダメージ蓄積していくぜ。いい感じ。この位置ならガードされても上強でゴリ押せるな。はい、程よく浮いて。これはさすがに無理。大体のキャラならキャッチする。あ、まずい。まあさすがに耐えるよな。反省強い上スマ。やっぱ兄に空したドリルで突っ込むのやめた方がいいな。対空技振られるとやられてしまうぜ。上スマならバーストもされるし。おお、アーマーあるのか。珍しい。ここら辺かな。やったぜ。本家も把握できないこの鉄球の挙動。よし、鉄球が勝利に直接貢献できた。いい試合だったな。ていうか今の帰ってこれないのか。カートも潰したから発動できないとかあるのかな。あ、それはありそう。よし、次行くぜ次。お、シュークくんって場所は戦場なのね。新しいスポンサーさんの水さんがシューク使いだったから、これは面白い試合になるなぁと思ってだな。シュークカービィカードは面白いわよねー。主にコピー面で。そうだぜ、シュークカービィになればモナドで超強化されるからな。慣れてないけど。外れ、今のはずらされたのか。ナイス受け身。パッと見る限り普通にうまいわよね。うまい。多分そこらの人よりは余裕で強いぞ多分。これ下投げしたけどまだ前投げコンボ繋がってたか。多分繋がるんじゃない。だってシュークダントツでクッパより重いから。シュークよく耐久が変わるから判断つきにくいな。あぶね。相変わらずのキャッチしゃがみで攻撃避けていくスタイル。シュークの上強普通に強いからな。要注意だぜ。リンクの上強より飛びそうな感じよね。対空にマジで強い。ラッキー、今のはよく噛み合ったわね。これカービィ台上の敵にはどう攻めるのがセオリーなんだろうな。とりあえず上スマしたけど。やったぜ。回避上がり一点張り吸い込み。よし、これで私も強化するぜ。まず足の速さ強化して、ちゃんと距離感つかめ。初心者みたいな動きしてしまったぜ。自分のスピードについていけてないやつね。そう、それそうなんだよな。シュークカービィが強いのは間違いないんだが、時間点経験少なすぎて扱えてないんだよな。カービィ使いのほとんどが抱えてる悩みなんじゃ。もっとシューク使い増えろ。たよしゃー。惜しい、回避間に合ってしまうのかあれ。クエヌエ強からの上に運ぶ見事な連携だったけどね今。あぶね、さすがにこのダメージじゃまだバーストしないが、リア撃モードだったらなかなかに危ういな。安易に上から攻めないことね。それなんだよな。よし、あと何回かダメージ入れて、この瞬速活かして投げてどうんだぜ。早速チャンス。あ、これワンチャン台の上だからあるんじゃ。残念、惜しかった。なんだかんだ空母とか入れられてやられるイメージあるから、あれで決めたかった。縦モードにもされたしね。それな、この状態だと絶対に上投げバースト無理だから下投げで。メタナイトみたいに上強運びは多分回避間に合うんだよな。余裕で耐えられました。結構惜しかったっちゅう。あ、危ない。ではあ、結構危ない。いや、ほかほか。逆転されてそのまま縦モードに変えられました。リアガンモードか。これほんと綺麗にザクザク切られると。よかった。これは場所も完璧だし余裕で倒せるわね。なんとかイーブンだぜ。さっきまで普通にリードしてたつもりだったけどな。ガンモードで流れ取られると一瞬で 70% とかいくからねー。それな、格攻撃で 20% 弱食らうからな。今もその強行が。やめろ、そんなんになりたくねー。うまい。攻撃と見せかけたいいつかみ。これ単発前投げで 17% 食らうからな。おじさんかな。そう、それ格モードになるとそれぞれトップクラス相応の能力になるって感じ。だぜ、ブーした。マジかよ。あれ、避けられるの。徹底されると投げコンからほとんど繋がらないカービィちゃん。つらい。吸い込みとか慣れないモナド使うからテンポが悪くなるのかな。あ、それは割とありそう。
っていうかそれなんじゃない？長くなる理由、あと空北 N とかでポンポン絶妙にぶっ飛ぶのもありそうだぜ。あかん、危ねえ、うだぁ。幾度なく襲いかかる営業、あれ回転率高いし対空の主力技だな多分。別モード営業で初見殺しされるのはよくあること。で、主力終わりかい、実は主力回で一本の動画にしようと思ってたんだが、長すぎて諦めた。編集実力が疑われる発言ね、今の、はい、入れて。今の空下で連撃入れた方が良かったでしょ。だがまだ諦めてないぜ。あ、残念帰られました。ルクレス飛距離自体は結構長いからな。ジャンプまだちょっと残ってたし、せめてもう一度落としに行ってもよかったかも。はい、順調だぜ。いつものファイナルカッターを決めていってからの、言ってあまり食らってないけどな。いいキック。これ土壇場で当てれるようになるとバーストできるようになるから重要だぜ。はい、オッケー。順調に掴んでいく。まあこんなもんだな。崖に追いやって、それ、復帰阻止。いやこれは無理だな。それ貸して。やったぜ。ルフレは結構強い。エルサンダーでもカービィちゃんにとって十分なダメージソースになるからな。基本はギガサンダーだけど、よぉ。普通にぶっ放しできたわね。あそこまでなんというか、正面から撃たれると逆に当たってしまいそうだぜ。くらえ、お、せー。おぉこれぞコピー使ってるって感じ。本家より使いこなすと思うとめちゃくちゃ気持ちがいいぜ。やるな。いやまあ別に魔力のぶつかり合いじゃないから、ここでカービィちゃんのガン攻めが始まる。終わってしまったな。今のもう一回空上上をつかみとかするところでしょ。急降下して着地してしまったんだぜ。はい、最近空上を手玉より後ろ蹴りで締めることが多くなったわね。言って相手に依存するからな。それ、あ、なるほど。くらえ、結構くらう。せー、ここは普通に横つなぐつけて勝利と。崖焦ってよく打ち回避したりするからな。あとエルサンダー掴んで下投げするぐらいの火力稼げるから普通に強い気がするぜ。素直な飛び道具だしねー。はい、次行くぜ。次で、おお、環境のトップ。いやまあ全力よく打つのみだぜ。メヨは前投げ連携結構決まりやすいから、初っ端から積極的に掴みに行きたいんだが、逆掴みすぎあんた。ダメだ、こいつの頭上に上がってはいけない。メヨからすれば、相手が頭上に来ればとりあえずウェディ安泰だからねー。そうだぜ、よしやっと掴めた。がスペースが足りない。なぜそこに微妙なキックを入れている。なんでだろうな。じゃあ、しまった。足長いからねー。判定で勝てるのマジンパンチぐらいしかないぞ、ほんと。おじさんでも勝てるか危ういから当然よ。うわー、マスコミ。全力で下にずらす。動画には聞こえてないけどカチャカチャ鳴らしまくってるの。まんまとウィッチタイム発動してくれたな。これはでかい。いくら隙のないウィッチタイムといってもこれはさすがに枯れるぜ。いやこれはまだ上方向にはコンボ決まらないわず。たまにそこから回避読んで横スマぶち込んでくる人いるから。それは本当に注意。普通にバーストするからな、それで。危な。今のいつものように上手を入れてたら終わっていたわね。このダメージじゃな。よし、いい時間差攻撃。ここファイナルカッターじゃなくて普通に3連キックするところだったな。危ない。もう空上でもバーストしちゃうからねー。そうだぜ。だが完全に流れは今こっちに来てるな。そしてハンマーを使用していくと、これはワンチャン仕掛け。ヒットストップの長さよ。今の攻撃上がりは絶対に枯れたなー。けどまだシールド削れてるからブレーキ狙っていくぜ。これはまあじゃんけんだから仕方ない。しまった。シールドブレイク欲が出すぎるあまりに自分のダメージ発してなかったぜ。よしゃー。今の横スマズッパヒットはでかい。もう一度チャレンジだぜ。2回目の攻撃上がりは逃さずきっちり勝ったと。いやー最近ハンマーブッパあまり試してなかったが、これはあの気持ちよさを思い出してしまいそうだぜ。まあベヨには普通にワンチャン刺さると思うけどね。よし行くぜ。次はピット。まあなんというか、本当にバランスキャラだからどうコメントしたらいいかわかんねえな。開幕掴むことには成功。即死コンルートに入る。よーピットでも即死じゃあ落ちろ。おーよーし、ピットにも無理やり組んでいくのか。強い判定攻撃じゃなければ2回連続強引に組みつけることも可能だぜ。ツイッターでデデデにもやってたやつあったわよねー。そう、それもピットには次の掴みが当たらん。次掴めない場合は3連キックもう一度やるといいわよ。あ、なるほど、確かに。まあこのダメージは仕方ない。ピットくん投げコンボは安定してずっとあるからねー。地道にダメージ稼ぎだな。これ一発だけは暗い。ピットにはいつものコンボ当たりにくいわよねー。多段ジャンプなのも相まってゴリゴリダメージ稼ぐのは少し難しいな。はい、安定の下投げ。あう、残念。今の回避読もうとしたんだけどな。外れ。普通に技選択をミスってしまったぜ。まあでもこの調子なら力で詰めれそうだな。今の当たるのか。お相手さん操作してるか。あ、よかった、投げ出してはないな。何の心配してるのよ。だってせっかくあの即死コン決めたのに、投げ出されて自滅でもされたらそのプレイ使えないじゃねえか。おう、めたいめたい。ここでも踏みつける。逃がさん。必要。
完璧。この1試合だけで4回踏みつけるのか。いやーこれはやったぜ。ハンマーぶっ刺するよりも楽しい。それじゃあ今回はこれで終わるぜ。ご視聴ありがとうございました。結局シュルクカービィはなんか微妙だったけど、あれはまだ経験が足りないが、シュルク回少なすぎて練習できねえんだよー。